さあさあ皆様お立ち会い、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。デュエマストレージあさりです。今回はカードショップでデュエルマスターズのカードを1枚30円で55枚購入してきました。それでは紹介していきます。よろしくお願いします。それでは非文明で購入したカードから紹介します。ブレードグレンオーマックスベリーレアが2枚、激速ザガナムベリーレアが2枚、超音速のジャッカルショットが1枚、バジュラズソウルスーパーレアデュエキングマックスカードが2枚、熱血竜バトクロスバトルウルトラゴールデンカードが1枚、次元流派グレンモルトヘッドが2枚、二刀流派グレンモルトキングベリーレアが3枚。以上で非文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて自然文明で購入したカードを紹介します。スナイプモスキートコモンホイルプロモが1枚、新武竜フィオナフォレストスーパーレアが2枚、超幻影ワラシベイベースーパーレアが2枚、ギガントテキサリススーパーレアが2枚。以上で自然文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて光文明で購入したカードを紹介します。ミラクルミラダンテレジェンドレアが1枚、水星の精霊リムエルスーパーレアが1枚。以上で光文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて闇文明で購入したカードを紹介します。ギガボルバアンコモンが4枚、極限竜神ヘビーベリーレアが4枚、黒神竜グールジェネレートスーパーレアが2枚。以上で闇文明で購入したカードの紹介を終わります。続いてレインボーカードで購入したカードを紹介します。ゼロジュニア&ゲームエンペラーホイールプロモが3枚、天下統一シャチホコカイザーベリーレアが3枚、月の死神ベルヘルデスカルが2枚、勝利のプリンプリンコモンが3枚、スーパーチャンプシデンギャラクシースーパーレアが2枚、スパイダルアクセルキューブリックホイールが2枚、D の妖艶マッドデッドウッドベリーレアが1枚、悠久を滑るものフォーエバープリンセスベリーレアが2枚、閃光のメテオライト流星スーパーレアが2枚、支配のオラクルジュエルホイールが3枚。以上で購入したカードの紹介を終わります。今回も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。カードショップで55枚のカードを購入してきた結果、こちらのようになりました。この動画でストレージを探すことに少しでも魅力を感じていただいた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンでチャンネルの応援をしていただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。